日本の右翼で、政財界をつなぐフィクサーとして知られた。財団法人日本政治文化研究所理事長。西山広樹事務所代表。宮崎県出身。宮崎県立妻中学校を卒業。ブラック解放同盟のリーダー松本次一郎の養子、松本栄一と信仰があった縁で、日本社会党、宮崎県委員会青年部長を経て、 社会党青年部の本部役員となり上京。松本慈一郎秘書となる。その後、慈一郎の紹介で、大物右翼の三浦義和の地遇を受け、三浦の片腕である、関山義人の大日本義人党で活動。1961年、義人党から独立し、昭和新連盟を結成。初代会長になる。この絵文丸が創設した。 昭和研究会を前身とする財団法人日本政治文化研究所が戦後再建されるにあたって三浦が尽力。その人脈が投入され、西山が1967年3月から同研究所理事長に就任した。研究所のオフィスは日比谷公園を望む布告生命ビルにあったことから、以来、西山は陰で布告の大将、日比谷の先生と呼ばれるようになる。 三浦の死後、小玉吉夫の門下に移り、小玉師団、青年史総研究会の指導的立場となる。また、1888年の創刊の国粹主義雑誌、日本及び日本人を再建復刊、代表取締役を務めた。1987年9月23日付の朝日新聞が、 1982年の中曽根康弘内閣成立の陰で西山が暗躍したらしいと報じた。これに関してジャーナリストの飯野健治は西山が正解を再配して中曽根内閣を作ったなどとは考えられず何らかのスキャンダルを抑えたという可能性はあり得ると指摘している。伊藤忠商事、野村証券、ヤクルト本社のトラブルに暗躍。総会屋で 現代のメシだった、木島力也とは、羽系の友であり、広域暴力団ともつながりがあった。松本市道は、門下生にあたる。このほか、1993年にオープンした、宮崎県の大規模リゾート施設シーガヤ建設に、祭祀、第一官業銀行の宮崎国寺頭取に、働きかけ1000億円の協調融資を引き出したほか、同県に、 大きな影響力を持っていた。2001年10月、西山と信仰のあった、大東塾の鈴木正夫代表が自殺。また、第一官業銀行と三菱グループによる総会屋に対する利益、供与事件が発覚後、日本政治文化研究所の会員企業が支払う、会費が、参上金と同質と見られる風潮が強まり、会員を辞退する企業が続出した。 そうした状況の変化を踏まえ、2002年春、西山が交流のあった関係者に、自由な浪人となりますという引退の意思表示と、見られる挨拶状を送付。同年3月末で、日本政治文化研究所と、西山広木事務所のオフィスを閉鎖した。2005年2月24日午後0時50分、肝不全のため、東京都中央区の病院で死去。 81歳遺没。AB、日本の右翼 P328AB、暴略の昭和利面子、特務機関右翼人脈と戦後の未解決事件。P28、日本の右翼 P330 から331。AB、日本の右翼 P324AB、あえら1997年6月30日号、暴略の昭和利面子。 特務機関右翼人脈と戦後の未解決事件。P29。あえら1997年7月14日号。右翼大統塾代表が自殺か。朝日新聞有刊2001年10月9日。日本の右翼 P327。西山広岸司教元日本政治文化研究所理事長。共同通信社 47ニュース、オリジナルの2013年5月1日時点における、アーカイブ。https://archive.is/.ucqov2017 年9月6日閲覧。ありがとうございます。